はい、チャオ、こんにちは。今日は真夏の快晴の中でアドリア海から60キロメートルほど陸に入っていったカストロカーロという温泉の町とその周辺の清々しい空気の中をドライブに来ました。温泉には入りませんが、この周辺をちょっとドライブしていきます。イタリアでは温泉って言うと病人や老人のためって感じで、通常医者の証明書持って入るって感じなので、ちょっと近寄りがたい気がします。温泉にもよると思いますが、ここはかなり医療効果の高い源泉として知られている町です。このカストロカールって町は、その反面、サンレモ音楽祭のオーディションコンクールとか、それから若者のさまざまなポップ音楽コンクールの地としても有名なので、ミュージシャンを目指す若者たちにとってはメッカでもあります。カストロカール温泉はフォリ・チェセーナ県のカストロカールテルメとテルラ・デル・ソーレの自治体の丘陵地帯にあります。1830年の2月、アントニオ・タルジョーニ・トゼッティ博士は、当時は国家の独占であった塩の密輸の侵害手続きのために、初めてカストロカールから来る特定の塩水を分析し、ヨウ素の存在を発見しました。またその年にカストロカールのミネラルウォーターの化学組成が植物学と医学の概要に初めて発表されました。それと同様の状況で、1833年と1835年にアントニオ・ドゼッテ博士はカストロカールの塩辛い水について他の科学的研究を行い、それによって結核性の病気におけるそれらの医学的特性を検証しました。1838年になって初めてカストロカールの水の最初の治療的使用が行われました。これは結核で潰瘍を起こした若い女性の腕を切断から救ったお医者さん、コルラード・タゼッティ・デ・グラビーナ医学博士のおかげです。トスカーナの医学物理化学ガゼットに掲載されたこの記録により、これらの水を治療目的で使用することが可能になり、1873年に元外科医師であったジスベルト・フェルレッティ博士はテッラ・デル・ソーレという市とカストロ・カーロ入浴施設のヘルスディレクターであったことも明らかになりました。温泉はカストロカールテルメの町の西側の丘の地帯にあるデッラ・ルーペ・デイ・ゴッチと呼ばれる小さな谷にあり、モントーネ川の左支流である同名の小さな川が交差しています。この地域はルドヴィコ・フォレスティ、アンジェロ・マンツォーニ、アントニオ・ネビアーニによりカストロカールに関する詳細な地質学的および古生物学的研究の対象となっています。この地域に存在する岩は過去1000万年に起源を持っています。マルモゾ・アレナチアの岩石は500年から
100万年前に堆積した古い海洋起源の非常に細かいブルークレイの層と交互にこの地域に出現します。その名前はレオナルド・ダ・ヴィンチに由来し、コードハンマーでは花瓶を作るために日でいっぱいの網がかかった海の土地について語っています。これらの領土を占領した古いアドリア海の崖はスプンゴーネと呼ばれる有機質で、多孔質の石灰岩の大きなブロックにまだ存在しています。温泉の自然主義的なエリアはこのロマニア地方に典型的なカランキボ円形劇場と呼ばれる環境の文脈に挿入されます。ここではいわゆるアクチが隣接し、スプンゴーネの緊急事態が点在しています。これらの地層は地域の重要な場所の一部であり、生物学的、地質学的に関心のある文化遺産でもあります。スポンジの層は最大150メートルの深さで発見され、カストロカールの温泉水の豊富な層を大きなスポンジのように保護し、表面汚染の可能性から保護する粘土質の層で覆われています。ちょうど今ここ温泉街通りを通っているところです。この左右にさまざまな温泉施設があります。ホテルもいっぱいです。カストロカール温泉のサルソブローム要素水はその源泉が澄んでいて冷たく、その味は非常に塩辛くて不快であり、その匂いは特に海水の匂いに似ていますが、塩化ナトリウムに要素が混合されているように感じられます。代わりに硫黄源から塩の含有量が少ない水が流れますが、硫化水素が豊富で離れた場所からでも知覚できる典型的な硫黄の匂いを持つガスの形で放出されます。1868年に出版されたグリエルモ・ジェルビスによるイタリアのミネラルウォーターへのガイドには、1834年にジューリ教授によって調べられた泉がリストされています。塩辛いカストロカール温泉の臭素、要素水と硫黄水は活性気水と冷水に分類され、ミネラル含有量が高く、その特性と治療効果が決定的です。カストロカール温泉には鼻炎性難聴の治療センターを備えた専門外来クリニックと、スポーツによっての怪我や外科的後遺症、または姿勢問題改善のための運動リハビリテーションプログラムのための
熱流体運動療法のための理学療法センターなどがあります。神経的な病態、下肢の静脈およびリンパ管の機能不全などといったそういう症状にもとても効果があるとのことです。ウェルネスクリニックではマッサージ、顔と体の温熱エステティックトリートメントに加えて長寿療法なども実施することができます。ずっと温泉町の周辺をぐるっと回ってきましたが、ここはもう温泉から離れて海へ帰る道の途中です。それでは皆様、チャオチャオ。